子外にて SZ81BB89 はバルトークベーラが1926年に作曲した5曲からなるピアノ曲集。バルトークが表題を付した数少ない器楽作品のうちの一つである。表題は野外にてと訳されることもある。第一次世界大戦後、バルトークはハンガリー国外での民謡収集活動がほとんど続けられない状態に陥っていた。 これによって民謡を芸術音楽へと昇華させたことを特徴とする彼独自の様式の発展が促されることになる。本作が作曲されたのはピアノの年となった1926年であり、同年にはピアノソナタ、ピアノ競奏曲第1番9つのピアノ商品が生み出されている。この実り多きい年の前には作曲活動が停滞した時期があった。 バルトークが作曲を再開したきっかけは1926年3月15日、ブタペストにおいてイーゴリ・ストラビンスキーのピアノと管楽器のための競争曲の演奏を作曲者自身のピアノ独奏で聞いたことであった。この作品とバルトークの1926年の作品群はピアノを打楽器として扱っているところに特色がある。 バルトークは1927年の初めに次のように記している。ピアノを打楽器として扱う、現代の方向性をもってしてのみ、ピアノの音色が本来備える特色が、本当に表現力を持つのではないかと私には思われる。その他、1920年代の初めにフランスとイタリアのバロック期の鍵盤楽器音楽を研究、編纂したことも1926年の、 ピアノ作品の様式に影響を与えている。曲は1923年の前妻との離婚後、時間を置かずに再婚した。新しい妻であったピアニストのディッタ・バルトーク・パースに、検定された。二人の間には1924年に、バルトークの二人目の息子が誕生している。本作は組曲であるとされることも少なくないが、バルトークが通常全曲を通して、弾くことはなかった。 彼は1926年12月8日のハンガリーのラジオ放送で第1曲、第4曲、第5曲を初演し、それ以外にも様々な機会に第4曲を演奏した。彼は出版社に当てた手紙の中で曲集について5つのかなり難しいピアノ曲と述べており、組曲とは表現していない。調整の中心が e g a g e と続くことから、 アーチ構造が提唱されているが、DGDGF などの異なる調整中心を主張する声もある。ニスマンは各曲のモチーフと終了のさせ方が曲集中の辞曲をいかに論理的に導くかを示してみせている。本作は元来2巻に分けて出版される予定であった。第3曲までを第1巻とし、残りの2曲を第2巻とする構想だったのである。 作曲の過程から5つの曲の相互の関係性についてわかることがある。バルトークの最初のスケッチには出版時の第1曲と第2曲が見られる。第3曲はピアノソナタの第3楽章で用いられなかった素材を使用し後から付け加えられた。注目すべきことに第4曲と第5曲はスケッチの中では3等。 番号が付けられた一続きの楽曲となっている。バルトークが夜の音楽で見せている一つの曲、楽章中に緩やかなテンポとプレストを平地する方法は、ピアノ競奏曲第2番の第2楽章でも用いられている。メトロノーム記号から計算される各曲のおおよその演奏時間は以下の通り。太鼓と、フエペザンテ1分45秒。 フナウタ・アンダンテ2分17秒、ミューゼット・モデラート2分35秒、夜の音楽連ト、ピー・ウ・アンダンテ4分40秒、カリ・プレスト2分から2分12秒、民謡、ゴーリア、ゴーリア、ギルスにはバルトークが、太鼓と笛で用いた主要モチーフの一部が含まれる。3行目に、太鼓と笛のハンガリー語名である、シプル、ドブルが見出される。この曲のみ原曲となった、民謡、ゴリア、 ゴーリア、ギルスを探し出すことができている。バルトークはハンガリー語でこの楽曲を、笛と太鼓とと呼んでおり、当時のハンガリー人にとってはこの民謡からの引用であることは明白であった。バルトークの作品で主要な動機は9小説目と10小説目に見出される。5小説目からをフレイ1として掲載する。フレイ1この動機は、 民謡の5小節目と6小節目から取られている。唯一バルトークが加えた変更は、シンコペーションの伴奏である。民謡の歌詞を畜語分けすると次のようになる。コウノトリを、コウノトリを、セルビア語では小キジ場と、あなたの足はどうして、地の色なのトルコ人の子供に切られ、ハンガリー人の子供が直したんだよ。笛と太鼓と、そして足のバイオリンで、 カーロリュビスキはシャーマニズム的な死の出所に関連して、この歌を引用している。他の多くの民族同様、ハンガリー人が過去の歴史のある時点でシャーマニズムを信仰していたことを思い起こせば、これらの残詩は容易に理解できる。しかし多信教シャーマニズムの職能者であるシャーマンは、単なる予言者ではなく、病を追い出し治癒させることができる医師であり、魔術師なのだ。 そしてその方法は薬ではなく魔法の言葉と歌によるものなのである。もし彼が隠れたいから現代の言葉で置き換えるならトランス状態に入りたいと思った場合様々な準備に加えて踊り歌い太鼓伴奏とした儀式的行為の中で演じることによってその状態へと入っていくのである。この名残は今日においてもなおハンガリーの民間伝承の中に見出される。 もちろんわらべ歌の陽気なリズムの中にであるが、歌の引用をこの可愛いリズムに乗って行われる遊びで、子供たちは大声を上げながら、素早い身振りで叩き合いをするのである。バルトークが引用した民謡には、蝶の中心から二度圏内のトリコルド、すなわち E、F、G しか用いられていない。バルトークの楽曲ではこの動機によっていいが、調整の中心のようになる。しかし、 民謡のように曲は一度へと帰っていく。曲の後半 B の部分の集結部と A の部分の再現では D が蝶の中心として現れる。曲はコーダのついた三部形式である。開始部、集結部、そしてコーダは太鼓と低い木管楽器、笛の模倣によってできている。打楽器的性格が控えめな中音域。 高音域での中間部は優しい木管楽器を模しており、ピアノをレガートで扱うことが要求される。フレーニバルトークは1931年にこの楽曲を管弦楽編曲したスケッチを残しており、そこでは開始部にティンパに大太鼓とコントラファゴとトロンボーンが用いられている。ベネツヤの運河をゆっくりと進むゴンドラを思わせる。曲はミクロコスモスの 第97番、ノッツルノと関係している。非対称なリズムにより進行する。フレーさんは11小節目から。フレーさんを穏やかな調子で開始するが次第に、不安げで落ち着きのない様子となり、その戦術戦は、フランツリストの、悲しみのゴンドラ第1番を想起させる。表題は、小型のバグパイプの一種であるミューゼットのことを指している。バルトークはこの楽器を模倣する。 鍵盤楽曲を作曲したフランソワク・プランに触発されている。この楽曲の大部分は音程がおぼつかない二つのミューゼットによる音響効果の模倣からなり、戦律的要素はわずかである。作曲者の9つの商品 SZ-82 の笛と太鼓で並びにタンバリンでも同様に民族楽器の音の再現が試みられている。フレー音楽府内に注目すべき指示として、 ルー、オートレボルテアドリビクムと書かれている。これは、クラシック音楽の楽譜としては、稀な奏者に一定の自由を与えるものであり、民族楽器としてのバグパイプによる音楽に見られる、即興性と自発的な性質に基づいている。バルトークの他の作品とは異なり、この楽曲はハンガリーでたちまち好評を博した。スティーブンズは早くに書かれた電気の中ですでにこの、 楽曲の質と重要性に注目している。曲は音楽の現代化にまつわる語法に対するバルトークの類例のない貢献の中でも標準となるものなのである。形式については自由なロンド形式、アボカベ、中央に展開的部分を持つ三部形式など文献によって様々に分類される。三つの異なる素材が認められる。夜の音楽では ヨーロッパスズガイルの鳴き声が模倣されている。6小節目でけたたましく登場した後は節や調整とは無関係に曲中通して泣き続け、70小節目を最後にどこかへ飛び去ってしまう。A ハンガリーの夏の夜の音を模したもので調整の中心は G もしくは曖昧である。非常に不協和なクラスター和音のアルペッチョが白に従ってこの部分全体で繰り返される。 その上に6つの自然音の模倣がランダムに書き込まれている。扱われる箇所は1から17小節、34から37小節、48小節、67から71小節である。25から26小節と69小節にも少々の引用が見られる。一方、クラスター和音のアルペッジオは B と C の素材の箇所にも頻繁に挿入されている。 ビート調のコラールである。扱われる箇所は17から34小節と58から66小節。CC のドレア戦法に厳格に従ったノーフの笛の模倣。調整の中心とは異なる部分を対象させるのはバルトークがしばしば用いる作曲法であり、この場合は CG の3000音が前の部分の中心だった。 扱われる箇所は37から58小節、61から67小節、70から71小節、61から66小節では B のコラールと C の納付の笛が同時に聞かれることが特筆される。それぞれの性格、テンポ、調整中心は大きく異なっているため、これは、 バルトークの夜の音楽ではしばしば見られる伝統的な二重唱からは大きく隔たったものである。素材 A の中では自然音がランダムに書き入れられているためアンプが非常に難しくなっている。しかしバルトークにピアノを習っていたムリーやコミンソリーの逸話からはアンプが必要でないということがわかる。彼女は初めて夜の音楽を楽譜を見ずに弾いた際に バルトークが放った言葉に衝撃を受けた。君は夜の音を模した装飾音をぴったり同じ数、ちょうど私が書き込んだ場所で弾いているのかい。これはそんなに堅苦しくなくていいんだ。どこに置いてもいいし好きな数だけ弾いたらいいんだよ。4小節目とも小節目をフレー語に示す。フレー語多くの貴重面な強弱や協調の記号からはバルトークがいかに演奏。 音響効果を狙ったのかを伺い知ることができる。楽譜上の4つの注釈にアルペッチョと装飾音の正しい演奏法が書かれている。3つ目の注釈では奏者にクラスター和音を手のひらで弾くよう指示している。この曲は5つの戦術的エピソードから構成される。これらは6、8拍子の2連符のリズムによって何度も叩きつけるクラスター和音が リトルネロ様のパートを形成することで予告されると共に分け隔てられている。この楽曲はパントマイム中国の不思議な役人と関連がある。性格的にはパントマイムの追いかけ合いのシーンに、火星的にはパントマイムの冒頭で直接提示される以下の二つの重要な構成要素とつながっている基礎となる音3000音と超7度上の音からなる3ワ音オクターブを超える。 スケール左では、オスティナートの五連符のアルペッチョを奏でる。音は F、G、B、C、E で、E が6、8拍子の強迫に来る。これは、パントマイムの和音である。F、B、E に G、C を加えたものである。このオスティナートは、新しいエピソードが出るたびに変化する。第二のエピソードでは、C が、オクターブ下に移り、これによって、全体の音域が、 30度となる第3のエピソードでは B がオクターブ下に移動し演奏のためにバルトーク自身が手の位置を変えるよう指使いを指定している。第4のエピソードでは2つの5連符を用いて B、D、G、A、F、G、C、E に広がる。第5のエピソードでは音自体は第1のエピソードと同じであるが2オクターブの間隔の10の音符に広がる。 戦律は拡張されたオクターブのスケールを特徴としている。フレークは14小節目から、フレークこの楽曲は演奏指南である。技術力と持久力の検知から、特に左手にとっては、これはバルトークの全作品中でもやすやすと最難曲に位置づけられよう。ブージーホークス社が、ウニベルザール社が出した原点版のファクシミリを印刷している。 ブージーホークスからは、ピーター・バルトークとネルソン・デリマギーヤによる、新しい版も入手可能である。注釈出典。ありがとうございます。